はい、どうも、ザワです。ユートバリやっていきます。では、ディビジョン6ですね、来たので、ここからディビジョン5に上がっていきたいと思います。はい、では、現メンバーはこんな感じですね。スタメンはご覧の通りでございます。で、サブにはこのメンツを入れてます。個人的にはね、奥野くんと福田くん、この2人が活躍すれば、まあ、勝てるんじゃないかなと。で、後半から倉田がね、縦横無尽に走り回るっていうスタイルなので、そうだな、倉田も頑張ってほしいけどな。リアルの方ではちょっとね最近見てないので、杉山もいい感じで調子が良ければね、ファンアラーノに変えて右側で使っていきたいなと思います。はい、ではこのメンバーで昇格目指していきましょう。はい、お願いします。さて、初戦ですね。なんとか初戦から勝っていきたい。よし、見えてるよ。あー、もったいな。ナイス、オッケー、よく読んだ。いいね、見えてるよ。うまい。あー、オフサイドか。武蔵は相変わらず枠入れへんな。決め、ナイス。そうよ、武蔵はこうあるべきよ。あー、惜しい。あ、怖ー。あー、怖っ。よしよし、よかったわ。はい、では幸先よくね勝利できたんで、この調子でいきましょう。はい、お願いします。さあ、広島には勝とう。いいよ、石毛入ってる。うわー、え、は、何が打った。え、ラッキー。さあ、さっきと一緒や、ここや。あぶねー、ギリギリやんけ。 OKOK、 とりあえず1点取った。いいよ、ナイス。ジローちゃん、ナイス。危ない。おい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 。惜しい。っていうか、めっちゃ福田くんいいパス。なんかリヒトか、リヒトのパスタ。いや、あれ止めちゃうってどういうこと。あー、怖っ。もういきなりさ、ロゴがくるくる回り出したら怖なるよな。はい、では連勝ですね。ディビジョン7が何やったんやっていうくらいですけども、では調子いいので、この調子で昇格狙いましょう。はい、お願いします。では早速勝っていきましょう。なあ、うわー、ダメだ。よし、いい流れや。嘘やろ、マジ。いやー、鈴木武蔵のあの足さばきえぐいって。あんなんワンタッチで流し込むだけやん。なんでワントラップ入れて変な体勢にならなあかんのよ。いやいやいや、
で敗因はそういうところにあるって。あー決めてくれマジ。遅いよ。マジか。流れを断ち切ろう。はい、お願いします。さて相手は日本か。日本人は誰一人ねえな。入った。よし、やっと決まったよ。ナイス福田くん、いいよ。うわー、いいポジション取りだったな。よし、なんとか勝ったぜ。はい、ではディビジョン6はね、まあなんとか早めに昇格が決まったんで、次はではディビジョン5ですね、続きやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。